ゆず胡椒スパゲティを作りますにんにく1かけ長二分1一本20回ほどぶんぶん引っ張りますフライパンにサラダ油適量を引きぶんぶんした具材を炒めます豚肩ロース肉 100g しめじ1パック ほうれん草適量を入れ炒めます。茹でたスパゲティを入れ混ぜ合わせます。塩胡椒適量、柚子胡椒適量、醤油大さじ2を入れ味を整えたら完成です。